ゴジラシリーズ怪獣島の決戦、ゴジラの息子、怪獣島の決戦、ゴジラの息子は1967年12月16日に公開された日本映画で、ゴジラシリーズの第8作、制作、配給は東方カラー、シネマスコープ、上映時間は86分、初回公行時の観客動員数は248万人、閉園は君に幸福を、 センチメンタルボーイ登場怪獣はゴジラ、ミニラ、カマキラス、クモンガ。前作、ゴジラ、エビラ、モスラ、南海の大決闘に続き、南海の島が舞台となっている。本編監督は、福田淳。特撮は、正式に、特技監督に昇格した、有川貞だまさと、前作に続いて、若手が起用された。本編の撮影については、グアム島ロケが観光され、 話題となった。公開当時は第一次怪獣ブームが起きていたことから燃焼観客層を意識してゴジラの子供ミニラを登場させている。これを受けてゴジラはオスなのかメスなのかが話題となり当時の宣伝材料ではパパゴジラと表記された。また福田はこの作品のゴジラはオスですとコメントしている。ミニラの登場についてプロデューサーの田中智之は 苦し紛れに考え出したと述べているが、有川は、後で聞いた話として、私が二代目の特技監督に決まって、それでゴジラにも息子を、というアイデアが出たと述べているほか、クランクアップ後には、ミニラ役の小人のマーちゃんから記念に、電気カミソリを送られ、今でも使っていて、使うたびに良き時代が思い出されますと語っている。脚本は、関沢新一とその弟子である。 シカズエの連名となっているが、実際の台本は関沢によるものとされ、シバが執筆した2匹のゴジラ日本 SOS が原型となっている。2匹のゴジラは後年に発見され、書籍ゴジラ東方特撮未発表資料アーカイブで初公開された。バイアリースやパンアメリカン航空とのタイアップが行われている。後にヨーロッパでは劇場を公開されたが、 アメリカではテレビ放映とビデオ発売のみであった。太平洋上、嵐の中を飛ぶ観測機が海上を進むゴジラを発見する。進行方向にはゾルゲル島ということがあるのみだった。そのゾルゲル島では将来の食糧難対策として、クスノキミ、ツネゾウ博士を中心としたチームにより合成放射能ゾンデを利用した国際連合主体の気象コントロール実験。 シャーベット計画が進められていた。ジャーナリストの牧五ゴロウはこれを嗅ぎつけ、実験チームの仕掛けスタッフとなる。いよいよ開始される気象コントロール実験。しかし謎の妨害電波により、放射能ゾーンで打ち上げは失敗。島は異常高温に見舞われ、生息していたオカマキリが、怪獣、カマキラスへと変貌した。そんな中、ゴロウは、海岸で不思議な美少女と出会う。 カマキラスは巨大な卵を発見し、その卵の中からミニラが孵化する。カマキラスがミニラを攻撃し始めた時、そこへミニラの親であるゴジラが現れた。実験を失敗させた妨害電波は親を呼ぶミニラのテレパシーだったのだ。実験所は壊滅し、洞窟に避難するクスノキミ博士たち。ゴロウは海岸で出会った美少女サイコが、 日本人学者の忘れがたみであることを知る。サイコはすっかりミニラと仲良くなっていた。やがて実験チームを襲う熱病に、サイコはクモンガの谷の向こうにある赤い沼の水が特効薬であると教える。サイコの案内で水を汲みに向かうゴロウが見たものは、ミニラのワンパクぶりに手を余すパパゴジラの姿だった。赤い沼の水で回復したクスノキミ博士たちは、 再び実験を開始することを決意する。だが、その一方でミニラを餌食にしようとするカマキラスとゴジラ親子の対決が激化。さらに、クモンガがついに目を覚まし、これに加わった。そのクモンガが洞窟を襲い、一行は危機に直面する。最後の望みは、気象コントロールで島を凍結させ、怪獣たちが透明した隙に脱出することだった。 冷凍ゾンデが再び打ち上げられて、実験は成功し、大吹雪が島を包んでいく。島から離れて、歓声を上げるクスノキミたちの目には、クモンガを倒したゴジラが、ミニラと抱き合って、雪の中で眠りにつく姿が映っていた。本作品では、ゴジラ映画初の海外ロケが行われ、主要なキャストがグアム島へ渡った。ただし、クスノキミ博士役の高島忠夫だけはロケに、 参加しなかったため、代わりに、現地で雇った高島に似た代役で撮影された。後年、高島は、飛行機を苦手としていたために、海外ロケを断った胸を明かしており、妻の分のチケットも用意するという田中の説得を、女房が乗ろうが僕は、飛行機には乗らないと、カくなに拒絶した結果、彼や共演者からも批判されたという。ジャングルでロケを行った際に、 土屋義雄は現地人から日本兵の生き残りがいると聞き冗談半分で戦争は終わったと声をかけていったが数年後に横井正一が実際にその付近に潜伏していたことが明らかになった本作品の敵怪獣はすべて着ぐるみではなく草原で表現されたゾルゲル島に降る雪には発泡スチロールが使われているが本作品の特技監督を務めた 有川貞だは、太表で溶けていくという表現にこだわり、一部にパラフィンを使っている。材料費が高いことからアップのみの仕様となったが、このパラフィンによって、ゴジラ親子の顔の上で、ゆっくりと溶ける雪のカットを取ることができた。しかし、撮影終了後は、機材の手入れが大変だったという。本作品のゴジラを演じるのは、 前作まで演じ続けてきた中島春夫ではなく俳優の大中清次である。これは本作品のゴジラスーツがミニラとの対比上大きめに制作されていたためであり、中島よりも大柄な大中がスーツアクターに選ばれた。中島はプール撮影でのみゴジラを演じているが、大中が野球の試合中に指を負傷したために途中降板し、その後の撮影では、 関田博士がゴジラを演じている映画クレジット順ありがとうございます。